どうも、ランセの勧誘です。えー、僕、この動画を撮ってるスマホは、エクスペリアの XZ を使っているんですけども、えー、と今日、遅まきながらですね、えー、とバージョン7.0にアップグレードしたんですね。そうしたら、あのー、動画、動画というかリップですね、リップがまああの全てガックガクにな,るなって、非常に見にくい状態になってます、えー。ものすごいモチベーション下がってるんですけども、 あのまだこうエクスペリア XZ 使っててねえとアップグレード済ましてない方はちょっと様子見た方がいいかもしれないですえうちの軍団のね XZ 使ってる人に聞いたらまあ7.0でもスムーズにリップ見えてるみたいなんで僕があの最近購入したこの XZ がちょっと不良品だったんかもしれないですけどもねまああの若干気にして いいいいた方がいいのかなと思いますで、えー、っと今回ですね陣、えー、形についての説明のリクエストがありましてそれをまあちょっと今回説明させていただこうと思うんですけどもぶっちゃけですねこの陣形っていうのにあの万能な陣形はおそらくないと思うんです。というのも、えー、っと世界ランキングの上位の方を見てもみんなこう陣形バラバラですよね。 自分の持ってる武将とかえー、とそういうんで変わってくると思いますしまあこの完璧な陣形というのができてしまうようなゲームバランスですと、えー、誰を責めても同じ陣形という面白くないことになってしまいますのでね、えー、とゲーム作ってる側もそこら辺はあの注意して作ってると思うのでえー、とこの陣形にしてくださいみたいなのはあのはっきり言って僕はないです <laughs> ないですけども やっぱりこの対策陣形相手の攻め方に対して、あのー、対応する陣形というのはやっぱりあります。馬、え、長、ー、編成に対しては、えーまあ、ドーナツ型の陣形にするとかですね、えー、っと先行使い僕のような、ね、人に対抗するには、まあ、真ん中に保守党を集めるだとか、えー、外に武将を置くとかね、えー、そういう対策があるんですけども結局うまあのー、い人には あの突破されてしまいまいすのでね、まあ、ただこのやっぱり馬長にしても先行にしても上手い人と下手な人おりますのでねあのドーナツにしたら、まあ、下手な馬長使いの人やったらくるくる回ってくれますしねあの例えば軍団戦とかですねあの領土戦であ相手の軍団馬長使いが多いぞとなったらですね、えー、とドーナツ型にするとかですね まあ臨機応変に対応していったらいいんじゃないかなと思います陣、えー、形というのは結局ですね、えー、何を守りたいかというのに、あのー、かかってくるといいますかね、えー、とその場その場でこう対応していかないといけないものだと思ってますので一応3つぐらい常に陣形を持っているのがベストなんじゃないかなと思います、えー、そういう私はですね、えー、一応陣形は3種類ですね持ってます でえーとまあ、今この1番ですねこれはあのー、常にしてる陣形で、えー、2番目これはあのー、練習用ですねの陣形でこの3番目は、えー、と馬長とか先行使いに対抗するための陣形になっていますで、えー、と結局ね軍港によってもねこの陣形がいいとかいうのは変わってくるんですね。 例えば、えー、僕4300軍港ありますけどもここら辺になってくると必ず、えー、1枚は取ってきますのでどんな陣形にしても、あのー、戦火ゼロであの終わってくれるいうことはまあまずまずないです。で、えー、と確実にシールドを貼ってくれるんですけども、えー、この軍港隊の人はですねあの資源より何より軍港が大事なんですね。 なんで、えー、と例えばですよ、あのー、資源稼ぎのために向上している最中にですね、えー、簡単に1枚だったら取れそうな陣形だったら、まあ、軍港と同時に資源もかっさらっていくわけなんですけども逆にこう1枚取りにくい大外囲いで、えー、弓が中に届かないような陣形にしている人とかだったらこう資源略奪中だったら飛ばしたりするんですね。 なんでね、えっ、ー、とこう、軍港を守りたいときというのは、大外囲いにしない方がいいと思います。というのはですね、えっ、ー、と、資源稼ぎの人が狙ってくれないとですね、えー、ガチで攻めてくる人が、えー、2枚、3枚取っていくんですね。そうなるとあの、大幅に軍港が下がってしまいますので、軍港を維持したい方というのは、えー、大外囲いの人権にしない。 弓で囲えば1枚はとりあえず簡単に取れるような陣形にするのがベストだと思います。で、えー、それ以外ですね3200、まあ、大将軍の初めのあたりとかですね、まあ、それ以下のところになってくるとですね、えー、資源を守るような陣形にするのがいいんじゃないかなと思います。僕も、えー、3200ぐらいでねあのうろうろしてる時はですね法事、えー、を1万以上パクられて。 で、シールドも貼ってくれなくて、えー、攻撃終わりっていうのを繰り返されてですね、一晩で、えー、と8万ぐらい宝珠を取られたことがあります。こうなるとまたため直しきついんでね、えっ、ー、と、城を外に出すとかですね、宝珠走行をど真ん中に置くとかですね、まあ、あのー、そういった形で対策していったらいいんじゃないかなと思います。 であとですね、えー、その時に応じて陣形を変えるというののポイントの1つがですね軍団戦と領土戦がありますね。で、えー、軍団戦であのー、占領役をやっている人っていうのはですねあのー、2枚取りにくい陣形というのを意識すればいいんじゃないかなと思います。結局あのー、相手に占領されるにしても、えー、2枚取らないと占領できないですし。 えー、奪還にしても同じことですから、ね、まああの戦、ー、領に関しては1枚でも白さえ落とされたら大丈夫なんですけどもね。とかですね、あのーまあ、こう相手の軍団に削り役の方っていらっしゃいますよねそんな方がこうミスってくれるような陣形、まあ、例えば大外囲いにしてですね弓が届かないような陣形にするとかいうことにすればですねあの攻めがあまり上手くない人は1枚も取れずに終わってくれます。 なので、えっ、ー、と、占領されるまでギリギリですねあの、あと旗2とか1しか残ってないっていう時までは、オーストドガコイの1枚取りにくい陣形にして、いよいよ占領役に攻撃されるぞという時にはですね、あの、言うたら自分の自慢の2枚取りにくい陣形でですね、対応するっていう形がいいんじゃないかなと思います。あと、領土戦なんですけども、領土戦の場合はですね、 えーと相手千回1でもですね、えー、5回千回1取られたらそれで、えー、破滅となってしまいますのでやっぱり1枚取りにくい大外囲いの陣形ですねがベストなんじゃないかなと思いますまあ、あのー、いろいろ説明しましたけどもねもう結局はその武将の能力とあの施設の強化具合によるということなんであのうまい相手に当たってしまったらもう 諦めるのがいいいいんじゃないかなかと思います軍雄走破にしてもですね結局馬長、えー、使いの方が攻めてくることが多いんですけどもまあそれの対策をしたところでですねまあ、結局うまい人には3枚取られますしであのー、いくら 対策してでもですねもう10回も11回も攻められたらですねどんだけ、えー、自分があのー、戦果を稼いでね上位にいたとしてもですねあのー、ランキングが下がって結局、えー、報酬もらえないんでねなんでまあそこら辺はもう運が悪かったと諦めてですねまあ、こう自分の気に入った陣形というのを使っていくのがベストなんじゃないでしょうか。 あの結局はあのどうでもいいという解釈に取られてしまいがちなんですけどもあの時と場合によって陣形を変えることは大切だと思います。そししたたら以上ですありがとうございました